前回ジャングルハンターをプレデター1作目に習ってやりましたね。で今回はプレデター2から、シティハンタープレデターをご紹介したいと思います。クソ熱いロサンゼルスに現れた宇宙人の狩人、これがシティハンターでございます。で1作目のジャングルハンターと違って、アーマーのねこうテイストが近未来的だったのに関してちょっとこう中世のアーマーっぽい雰囲気になってたり、全体的に銀色だったアーマーがこうちょっとねこうカッパー系の色合いになってたりします。で実はシティハンターはすごく話すことが多くて、武器とかがめちゃくちゃ増えてるんですよ。まあ共通するとことしてキャノンがあるとか、リストブレードがあるとか、自爆装置のこう爆弾がリストについてるとかあるんですが、結構みんながイメージするプレデターに共通する装備が実は2から始まってる部分があって、この手裏剣みたいなスマートウェポンって言うんですけど、シャッて開くあのカッター、ディスクカッターがついてますね。でこれ AVP とかになると、これカッター状のものは手裏剣とかになってくるんですけど、であとスピア、槍とかも実はプレデター2で初めて登場してます。ジャングルハンターは持ってないんですよね、槍を。でこういうのがプレデター2では増えてたり、あとちょっとね今あの僕が付属品を欠品させてるんですけど、あのネットランチャー、ネット上のこう相手に射出する武器とかもあったり、あとは本当にねこれはなかなか出るシューンがないんですけど、ここからこう矢がピッて飛ぶボルトとかもついてたり、シティハンターはジャングルハンターよりも武器量がすごく増えてます。で先ほどアーマーの色の違いちょっとね研究しましたね。これおもちゃで比べるとまあ分かりやすいかな、銀色でこっちはちょっとカッパー系で、顔のペイントとかもかなりこうやって見ると変わってて、なんかなんだろう、より爬虫類感が増した、色合いになってたりします。でここら辺はなんだろ う映画としてもまあなんだろう、映画割とこう一作目のが好きっていう方が多いんですけど、プレデター2はプレデターの生態を語る上では欠かせない一本となってて、まあ、あの体臭が実はきついとか、なんか実はこう他の仲間もいっぱいいたとか、武器がいっぱいこんなにあったとか、プレデターのことを知る上に関してはプレデター2は本当に なくてはならない一本となっております。ここら辺はそうですね、あのプレデターキャラ図鑑でも前お話したんですけど、こう今まで一作目とは違うジャングルで戦ったとこから、シティコンクリートジャングルで戦うって感じですね。いわゆる皆さんが抱くプレデターってこう敵意のない相手とは戦わないとか、こう圧倒的な力差があるものとは戦わないみたいなイメージを持ってる人もいると思うんですけど、実はそれが明らかになったのもプレデター2になってて、妊婦さんであったり子供に対しては、攻撃をしなかったんですよ。だからこうなんか戦いに対して実直な面があるっていう側面をもたらしたのも実はこのシティハンターのおかげなんですよ。偉いですね。であとはね、僕の好きな部分はあの腕を切られてしまうシーンがあるんですけど、その後にこう痛みを我慢して人ん家で治療するシーンがあって、そこがすごく可愛らしくて好きです。でこれ実はあのシティハンターとして紹介してるんですけど、後々の話にもつながってて、これ実はシティハンターのおもちゃじゃないんですよ。まあシティハンターのヘッドはつけてるんですけど、体実はこれ後々いつか紹介するガーディアンプレデターっていうキャラクターのプレデターのおもちゃを使ってて、体から下は全部ガーディアンプレデターなんです。これがなんでっていう話も後々していこうと思いますので、またどこかの機会で話そうと思います。では今後もたくさんのプレデターを紹介していこうと思うので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。